スワローズ対ドラゴンズ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は右のサイスニード、ドラゴンズの先発は右の柳、以上の両先発。さあ、まもなく試合開始となります。右のサイスニード、マウンドに上がります。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ、注目の立ち上がり、トップバッターは三好。背番号30、はい、第1球打ちました、ファールボール。第2球投げた、ボール低め。第3球を投げた、ボール。投げました、スプリットはボール。次が5球目、打った、右中間へのフライですが取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番田中。第1球投げました、直球低め、ボール。第2球打ちました、ファースト左横のゴロ。オスナ一塁、ベースを踏んでアウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは3番高橋。第1球打ちました、ファール。第2球打った、左中間のフライ、サンタナ余裕があります。取ってこれで3アウト、チェンジ。サイスニード、まずは初回をきっちり3人で仕留めました。右の柳、マウンドに上がりました。期待しましょう、注目の投球です。1回の裏、スワローズ攻撃に入ります。先頭バッターは塩見。第1球初球打ち、引っ張った、アルボール。第2球投げました、ボール高め。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、あっと引っ掛けた、フラフラっと上がった、サード落下点、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番西川。第1球初球引っ張った、ファール。さあ、次の投球投げた、サードチェンジャー、ボール外角低め。第3球を投げた、打った、痛烈な当たり、ピッチャー返し、西川ナイスバッティングです。さあ、ワンアウトから先制のランナーが出ました。第1球ボール。第2球投げた、打ちました、取りました、西川飛び出している。これでツーアウト、ランナーは一塁変わりません。第1球ボール。さあ、次の投球、ランナー走った、投球ボール、盗塁成功、ランナーが2塁に進んでいます。リプレイをご覧ください。第3球を投げた、決まった、ストライク。第4球を投げた、外れた、ボール。二塁へ牽制を送ります、二塁タッチはセーフ、投げました、5球目空振り。さあ、6球目打ちました、右中間へ持っていきましたがヒットになります。中継、スワローズまずは1点先制、1対0。こちらが先ほどの先制のシーンです。バッターは5番サンタナ。第1球見送ってボール。さあ、次の投球ボール。投球は3球目、打った、打球は三遊間へ、一塁送球アウト、スリーアウト、チェンジ。
1回が終了しまして1対0スワローズ先制点を挙げています。2回の表ドラゴンズ攻撃に入ります。トップバッターは中田。第9球投げました。初球スプリット空振り、タイミング合いません。第2球投げました。変化球アウトコースへ外れてボール。第3球は見送ってストライク。追い込んで投げました。ボール。第5球投げました。ボール。さあ6球目投げた。打った。レフト方向へ持っていきましたが掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは5番細川。背番号55。第9投げた。外れた。ボール。さあ次の投球投げた。見送ってボール。第3球はストライク。少し意識しすぎたか。第4球を投げた。ボール。第5球投げた。決まった。ストライク。さあ6球目投げました。打ちました。ピッチャー返し抜けた。細川いいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。投球これから2球目スプリット空振り。第3球を投げました。打ちました。切れていきます。ファール。第4球を投げました。高めチェンジアップ外れてボール。投げました。ストレートはボール。高め。第6球を投げました。外角高め外れてフォアボール。バッターは7番木下。ひときわ大きな声援が聞こえます。第9外をストライク。第2球投げた。またも空振り。これで追い込みました。投球は3球目投げた。ボール。第4球を投げた。ボール。次は5球目投げた。打ちました。引っ掛けた。ヒット。二塁ランナーそのままホームへ向かった。スワローズ追いつかれました。1対1同点の場面、映像でご覧いただきましょう。バッターは8番ロドリゲス。投げた。初球に送ってストライク。いきなり150キロ。第2球ボール。第3球を投げました。低め外れてボール。第4球を投げました。打った。第5球投げました。アウトコース。空振り三振。アウトコースの変化球でスイングアウトを取りました。第9投げました。初球を打った。キャッチャー落下点に入りました。取りました。これでスリーアウト。2回の表が終わって1対1スワローズこの回1点奪われ同点とされています。2回の裏スワローズ攻撃に入ります。この回の先頭バッターは山田。第9投げました。初球サークルチェンジ空振り。第2球投げた。ストライク。追い込んでから第3球を投げた。1つ外した。ボール。第4球は膝元外れてボール。さあ5球目打ちました。ロドリゲス掴んだ。アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番中村。第9投げた。アウトコース外れてボール。
投げた、見送ってストライク。投球はこれから3球目、ボール、内角へ。第4球を投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。第5球投げました、ボール。第6球は打ちました、レフトへ上がった、取りました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番長岡。第9投げました、初球はカットボール、空振り。投球これから2球目、アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、ボール。投げました、打った、ファール。次は5球目、打った、センター落下点、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。スワローズ三者凡退に倒れました。2回の裏が終わりまして1対1です。ドラゴンズ、この回は打順よく1番からの攻撃、左バッターボックスはトップバッターの初球から打ってった、セカンドの右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番田中、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。見送ってストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、インロー、スプリット外れてボール。投球はこれから3球目、スプリット見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球は外れた、ボール。投球これから5球目、見送ってボール。第6球を投げた、打ちました、ライト方向へ持っていきましたが掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番高橋、第1打席はレフトフライに倒れています。投げた、スプリットはボール。第2球投げた、スプリットはボール、インコースへ。第3球3球目空振り。第4球を投げた、インロー際どい球、ボール。次は5球目、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。サイスニード、上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって1対1です。スワローズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー、サイスニード、ボール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、低め、カットボール外れてボール。第4球は打ちました、バックネットの前でボールをつかみました。バッターはトップに帰って塩見、第1打席はサードフライに倒れています。第9球外れた、ボール。投球これから2球目、サークルチェンジはボール。第3球は打った、強い当たり、一塁送球、アウト。塩見、いい当たりでしたがセカンドゴロに終わっています。これで2アウト、ランナーありません。投げました、初球空振り。第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、見送ってボール。第4球はサークルチェンジ、見送ってストライク。第5球投げました、ボール。投球はこれから6球目、空振り三振、バットアウト。スワローズ、最後の打者は見逃し三振に倒れました。3回まで終了しまして1対1です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは中田、第1打席はレフトフライに倒れています。第9投げました、ボール。スワローズ、ここは引っ張りに警戒します。
投球これから2球目外れたボール。第3球を投げた空振り。第4球を投げた真ん中ストライク。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第5球投げた打ちました。さあ6球目投げた打った長岡さあ取りました。これでワンアウトランナーはありません。右バッターボックスは細川これが2度目のバッターボックス。投げた打ったアルボール。さあ次の投球投げましたボールインローへ。第3球を投げました見送ってボール。次は4球目投げましたボール。次は5球目投げました打ちました。第6球を投げました外へ逃げるスライダー空振り三振。バッターは6番ニクソン。最初のバッターボックスはフォアボールストライク。スワローズここは引っ張りに警戒します。第2球投げたこのボールも空振り。第3球を投げたインコース低めストレートは外れてボール。第4球を投げた高めボール球打ったピッチャー返し一塁へ送るアウト。スリーアウトチェンジ。サイスニードこの回きっちりと3人で抑えています。4回の表が終わって1対1です。スワローズこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターはオスナ。第1打席はショートフライに倒れています。投げた2球目空振り。第3球空振り。次が4球目投げたボール。第5球投げました打ちました。細川落下点に入った掴みました。これでワンアウトランナーはありません。バッターは4番村上今日2度目のバッターボックス。第1球投げましたストレートはボール。第2球2球目空振り。第3球打ちました左中間へのフライですが取りました。これでツーアウトランナーありません。バッターは5番サンタナ。最初のバッターボックスはサードゴロに倒れています。初球空振りから投げましたボール。第3球を投げました空振り。第4球を投げましたボール。投球これから5球目打った流し打ちライトの右これはヒットになります。サンタナナイスバッティングです。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。バッターは6番山田。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。第1球投げた初球空振り。第2球投げた外角高め外れてボール。第3球を投げた縦のスライダーボール。第4球を投げた打ちましたスタンドに入りましたファール。追い込んで投げた外れたボール。第6球をランナースタートを切った打った田中ボールを掴んだアウト。スリーアウトチェンジ。一塁ランナーサンタナ残塁に終わりました。4回の裏が終わりまして1対1です。5回の表ドラゴンズ攻撃に入ります。先頭バッターは木下スプリット決まってストライク。第2球見送ってボール。投
投げました。3球目空振り。第4球を投げました。打った、引っ張った、ファール。第5球投げました、打ちました。次が6球目投げました。木下振り逃げ、一塁に走った、そして今拾い直した。さあノーアウトで勝ち越しのランナーが出ました。第1球投げました、初球空振り。第2球投げた、打ちました。村上取った、二塁へ送る、セカンドフォースアウト。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。投げた、チェンジアップはボール。一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。サイスニード、かなりランナーの動きを警戒しています。第3球は一塁ランナー走った、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。先ほどのプレーです。第4球を投げた、あっと打ちました、バントシフトの間、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。まずは2塁牽制、2塁タッチセーフ。第1球投げた、打った、ファウルボール。第2球投げた、インハイ際どい球、ボール。第3球を投げました、チェンジアップ見送ってストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、ショートバウンド、ボールを取った。山田軽快な守備を見せました。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。サイスニード、ワンアウト二塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。5回の表が終わって1対1で、5回の裏スワローズ攻撃に入ります。トップバッターは中村、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、内角低め、外れてボール。第3球を投げました、変化球はアウトローへ、ボール。さあ4球目打ちました。さあ5球目、5球目ストライク。第6球は空振り三振。左バッターボックスは8番長岡、第1打席はセンターフライに倒れています。打ちました、初球打ち、フラフラッと上がった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは代打北村。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げた、ボール、低め。第3球を投げた、ボール。次が4球目投げた、4球目空振り。次は5球目、5球目空振り。第6球は打ちました、高橋ボールを取る、サードから一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。柳、下位打線を三者凡退、0点に抑えています。前半が終わりまして1対1です。サイスニード降板、右の大西、今日2人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと思います。第1球投げた、初球はストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、ボール。第3球ボール。第4球を投げました、打った。第5球投げました、ボール。投球はこれから6球目、打った、フラフラッと上がった、セカンドが落下点に入りました、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは3番高橋、今日はレフトフライとセカンドライナー。第2球投げました、決まってストライク。投げました、引っ張った、ワンバウンド
もヒットになった。ボールはセカンドへ。タッチはセーフ、二塁はセーフ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは4番中田。大きな声援が届いています。第9球投げました。スプリットはボール。第2球投げた。ツーシームはボール。第3球を投げた。3球目ストライク。第4球を投げた。ツーシーム空振り。追い込んでから投げた。打ちました。第6球を投げた。外れた。ボール。次が7球目。打ちました。ライト線ぐーっと打球が上がってきますが掴みました。ランナー二塁に戻ります。これでツーアウト。ランナーは二塁変わりません。第9投げました。ストライク。第2球投げました。ツーシームはボール。外へ投げました。ボール。第4球を投げました。アウトローへ。ストライク。追い込んで投げました。打ちました。いい当たり。あっと左中間。どうだ。ヒット。高橋一気にホームへ。スワローズ勝ち越しを許します。2対1。さあ先ほどの勝ち越しの場面です。大西降板。マウンドに上がったのは香山。今日3人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。バッターは6番ミクソ。今日はフォアボールとショートゴロ。スワローズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた。これも空振り。これで追い込みました。投球はこれから3球目。外へ逃げるスライダー。空振り三振。最後はキレのある変化球。6回の表が終わって2対1。スワローズ1点をリードされています。さあここは守備を変えてくるようです。スワローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターは塩見。今日はサードフライとセカンドゴロ。投げた。初球を打ちました。ピクソン余裕があります。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは2番西川。第9球まずは高め。投球これから2球目。空振り。第3球を投げた。低め。ボール。さあ4球目。縦のスライダー決まってストライク。さあ5球目打ちました。センター前に出る。掴みました。これでツーアウト。ランナーありません。バッターは3番オスナ。今日はショートフライとライトフライ。投げた。ストライク。まずは見送りました。1球目ストライクから投げました。打ちました。第3球は1つ外してボール。第4球を投げました。見送ってボール。投げました。打った。ファール。さあ6球目投げました。ボール。第7球を投げました。外角高め。見逃し三振。スワローズ香山降板。ここでマウンドに。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。この回のトップバッターは木下。投げた。低め。外れてボール。さあ次の投球投げた。2球目空振り。投げた。打った。引っ張った。アルボー。第4球を投げた。ボール。アウトローへ。投球これから5球目。
低めのボール引っ掛けた。これは内野ゴロ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番ロドリゲス。今日は三振とサードゴロ。投げた変化球ストライク、アウトローへ。第2球ストレートはボール。第3球を投げました、打ちました、内野ゴロ。村上掴んだ、一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。ピンチヒッターは大島。第9投げました、もうさあ次の投球投げました、スライダーボール。第3球を投げました、3球目空振り。第4球を投げました、打ちました。次は5球目打った、ファール。次は6球目投げた、打ちました、ファールボール。さあ7球目ボール。第8球を投げた、内角低め、空振り三振。満員の神宮球場、上空には闘志を燃やせとばかりにたくさんの花火が咲き乱れています。柳降板、マウンド上は勝野、今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。第9投げた、初球空振り。第2球投げた、膝元、直球は外れてボール。第3球ボール。第4球を投げた、ストレートはボール。さあ5球は5球目打ちました、ピッチャー返し、抜けた。村上いいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは5番サンタナ。ゲッツーだけは避けたいところ。第2球村上スタート、投球ストライク、盗塁成功。スワローズ重要な場面で盗塁を決めてきました。ドラゴンズ外野は浅めの守備を取ります。追い込んでから第4球を打った。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、内角ボール球打った、ライトへの浅いフライになった、取りました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました、初球打った、抜いていった、ライトバックホーム。山田ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。いよいよ試合の流れが変わりそうな場面、ドラゴンズここは中間守備を取りました。投球これから2球目打ちました、三塁線鋭く切れていきました、ファールです。打ちました、ファールボール。第4球を投げました、スプリットはボール。第5球投げました、打った。第6球を投げた、ボール。第7球を投げた、打った、セカンド右横のフライになりました、セカンドを落下点、掴みました。これでツーアウト、ランナーは一塁三塁変わりません。ボール。第2球ボール、インコース高め。投球はこれから3球目、3球目空振り。さあ4球目真ん中ストライク、一塁へ牽制球を送ります。さあ5球目高速スライダー、見逃し三振。リプレイをご覧ください。勝野
見事に流れを断ち切りました。ドラゴンズこのまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。石山降板、マウンド上ピッチャーは星、今日5人目のピッチャーとして登板です。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げた、ストレートはボール、まずアウトコース低め。第2球投げた、ストレートはストライク。投球はこれから3球目、打ちました、ボテボテのサードゴロ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。先ほどからセカンドの守備に入っています村松、ボール。投げた、打ったいい当たりだ、三遊間の当たり、破ってった。村松、いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。バッターは3番高橋。第9村松、走った、外れた、ボールを二塁へ、盗塁を許します。ランナーを進められてしまいました。さあリプレイです。スワローズ外野は浅めの守備を取ります。第3球を投げました、ストレート見送ってストライク。次は4球目、投げました、空振り。第5球投げました、スプリットはボール。第6球を投げました、打った、右中間へのフライ、取りました。あと2塁ランナータッチアップ。スワローズなおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは中田。第9球直球ストライク、いきなり154キロ。第2球打ちました、セカンドこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。スワローズこの回ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。8回の表が終わって2対1です。勝野降板、右の代打は青木。第9投げました、初球から打ってった、キャッチャー落下点、ファウルグラウンド、キャッチしています。打順は1番に帰って塩見、今日はここまで3打数ノーヒット。これは引っ掛けた、サード後方のフライ、高橋バックしていった、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは2番西川。インロー、ボール。投げた、低め、ボール。第3球を投げた、ストレートはボール。次は4球目、投げた、スプリット空振り、タイミング合いません。投球これから5球目、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。村松ボールを掴んだ、セカンドから1塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。星降板、マウン。さあいよいよ最終回、トップバッターは細川。今日はここまで3打数2安打1三振、ファール。縦のスライダー、ボール。投球は3球目、投げた、ボール、内角高め。第4球を投げた、ツーシーム見送ってストライク。追い込んで投げました、打った、切れていきます、ファール。投げました、打ちました、ファールボール。さあ7球目、インローへ、変化球外れたボール。投球8球目、投げました、打った、これは強烈、いった、一直線、入った入った、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった、ストレートを完璧に捉えられました。素晴らしい一発をベンチも祝福。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは6番ディクソン、今日4度目のバッターボックス。第9投げました、打ちました、ファール。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、3球目空振り、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、ボール。次が5球目、速球空振り三振。バッターは7番木下、これが4度目のバッターボックス。投げた、打ちました、
センター方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウトランナーありません。バッターは8番ロドリゲス、今日4度目のバッターボックス。第2球投げた、アウトコース高め、ストライク。第3球を投げた、低め際どい、ボール。第4球を投げました、外れた、ボール。投げました、打ちました、右中間へのフライですが取って、これで3アウトチェンジ。9回の清水降板、そして最後は守護神スワローズ。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターはオスナ。第2球打ちました、引っ掛けた、これは内野フライ、キャッチャー落下点に入りました、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番村上、今日はここまで3打数2安打。1球目空振りから外角、外れてボール。投げました、打った、これは強烈、さらに伸びていく、ライト見上げた、ホームラン、ソロホームラン、ライトスタンドへ吸い込まれていった、ヒットを逃しませんでした。さあチームメイトからも祝福を受けます。リプレイをご覧ください。バッターは5番サンタナ、今日はここまで3打数1安打。投げました、ナックルカーブ見送ってボール、まずはアウトコース。投げました、変化球見送ってストライク。第3球を投げた、ストライク。第4球を投げた、打った、ピッチャー返し、抜けた、サンタナナイスバッティングです。これで今日は4打数の2安打。バッターは6番山田、第1球投げた、打ちました、高橋取った、2塁送球、2塁フォースアウト、これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。第1球投げた、ボール。第2球投げた、ナックルカバー、ストライク。第3球を投げました、ナックルカーブ決まってストライク。このまま簡単に終わるわけにはいきません。追い込んでから投げました、スプリットはボール、内角へ。第5球投げました、打ちました、ファール。第6球を投げました、流し打ち、どうだ、打球はライト右へ、ヒット、山田二塁回って三塁へ、中村いいバッティングを見せました、初安打。先ほどのプレーです。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。第9球初球空振り、いきなり156キロ、投球これから2球目、アウトロー、スプリット外れてボール。第3球を投げました、真ん中にストライク、バッター追い込まれました。次が4球目、投げた、打ちました、スタンドに入りました、ファール。さあ5球目、見逃しの三振、スワローズ1点差に届かず敗れました。本日の試合はドラゴンズ